ゴッドキャスト。はい、よろしく、ゴッドです。しずくです。なんか斜めになって、カメラあっちです。はい、この番組は毎週火曜日21時から22時の1時間、スカイツリーそばの押上駅から徒歩2分にあるワロッポ放送局から公開生放送でお送りいたします。はい、始まったね。ということで、はい、まあちょっと悲しいお知らせ。徒歩が2つあるよね。はい、徒歩不法ですね。あ、不法っていうのが、はい、そうですね。まあ、どうぞ。どうぞ。この番組にね、以前ゲストに来ていただきましたネロさんの、お母さん、そうだね、戸川雅子さんね、お亡くなりになられた、85歳かな。はい、そうですね、ということで、まあ、ご冥福をね、お祈りしたいと思います。はい、まあ、ネロ君も頑張ってるんでね、はい、そうですね、彼のシャンソン素晴らしいね、はい、声なんでね、応援してあげてほしいと思うしね。はい、あとはマイケン、はい、俺はじめマイケンがね、死んだってから俺ら大リーガーの野球選手かと思って、違います。まあ、でも松浦綾さんのモノマネの方ですね。新宿さんって言うと俺の企画じゃねえから。そうですね、びっくりですよね。はい、俺のよく言ってた店の企画だよな。はい、はい、そうですね。でも今本当に不整脈流行ってるね。不整脈流行ってる、流行ってるというか不整脈多いね。多いですね、本当に不整脈とかね、ちょっと難しいことで言うと心動細胞とかね、はい、そういうのも非常にね、今多くて、はい、まあ、あれ脳梗塞の原因にもなるからね。はい、まあ俺なんで医学の番組やってんのかな全然関係ないもんな。で、ね、はい、で今日はゲストが2組ということで、ね、まあ、はい、非常にね、はい、ユニークでもあり、はい、なんか日本のね、うん、やっぱりこれが音楽だなとかね、やっぱ日本神道とかね、やっぱりそういうのを、はい、こうやっぱ芸術だよね、はい、音は芸術だと俺思ってるので、はい、ライブをしていただいて、そうですね、そしてお楽しみということで、はい、世界中を旅した先生もそうですね、なってくれているので、もうなんかね、インドっていうところはね、はい、まあ俺も行ったことないんだけど、はい、まあ俺もインド興味があって、はい、これから世界大国ナンバーワンになるところなんで、はい、興味あるだけ ね、まあ、そうだ、いや行ったことはないよ日本の真裏なんで遠いから嫌なんでしょ。まあ基本的には飛行機は嫌いなんで飛行機いっぱい乗らなあかんからね。そうそう、そこで終わってるからな。なるほどね。まあでもね、インドはこれからすごい栄えていって、もう IT とかでは世界一っていう噂ですからね。そうそう、全然関係ないけど、さあ、フェイスブックでさ、俺がくまモン入れるんだよね、はい、これからもよろしくとか、はい、はい、はい、まあ、いろんな人に入れるじゃん、はい、そしたら大体みんな言ってくるのが、くまモンも頑張ってるからねってくるんだよね。なるほど、今熊本ですからね。そういうことだよね。はい、はい、では一旦 CM でーす。よろしく。はい、私はですね、この船長の格好をしてますけども、船長ではありません。これは、ジャミ船長というキャラクターでやってるんですけども、実際は、蛇使いです。もっとおかしいかもしれないですけども、実は数学の教員免許を持っております。はい、メガネかけるとちょっと賢そうに見えます。で、今日なんかちょっとだけ歌おうかなと思っておりまして、番組でも歌ったダイヤモンドをちょっと歌います。えい、はい、はい、ダイヤモンドだね、あいくつかの場面、言えないけれど宝物だよ。どうぞ。どれが PR やるか持たせるかなと思いきや、そうじゃなくて、ね、世界のエンターテインメントを皆様にお届けするゴッドチャンネル、映画、音楽、アニメ、レトロ、白ハゲ、ゴッドチャンネル、はい、それでは本日ゲストに来ていただきましたロドロドのお二人です。では早速ライブ楽しみにしてください。
せえや。楽しみにしていたゴートちゃんとね、ゴートちゃんなんてちゃん付けなんかしてしまってはいけないけれども、そして本当に俺は楽しみにしていたしずくちゃんに会えたじゃないの。しずくちゃんのこんな純粋なお顔を見てしまうとどうにもならなくなってしまいましたね。はい、本当に嬉しいね。はい、はい、私高谷秀です。そして小川さやかで、ロドロドというふうに、音楽ユニット、魂の音楽ユニット、まあ本当に、まあ世界中に、たくさんの方々と一緒に演奏させていただき、はい、海外ツアーも、そして国内のツアーも、そして奉納演奏も、様々なところでやらせていただき、そして、本当に久しぶりにゴッドに、会って、じゃあゴッドどうだいって、いや今ロドロド、え、ロドロド、ロドロド、ロドロドかよみたいなね。だって、やっぱやるんやったらちゃんとやらなあかんのちゃうかまま、そんなの置いてたまま、ちゃんとあかんのまま、どうぞ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 みたいなね、こんなことがありまして、それでやっぱりお前そんなことやらなあかんのまま、なんなまんのまま、ちゃんとしてまこのままやらなあかんのまま、もちろん、もちろん、あの、僕は九州のラウンドって言うんやけどね、まあ、そのことよくわかるんだよ、みんな神様のこと知ってるじゃん、あんまり言ってないって言ってんのなあ、ずっと俺一人で喋ってるやろ、何やっとんのかね、まあそんなことも置いておきましてね、はい、まああのやっぱりそういう意味で言うと、このさやかのね、やっぱりこの爽やかな、そして清楚なイメージ、それに合う名前にしないといけないということです。じゃあ俺が命名してあるやん、じゃあ頼みましたということで命名をしていただきまして、その名前はね、はい、はい、こちら先に言っちゃっても大丈夫ですかね。僕が言っていいの、ゴトちゃん、どうぞ名前をね、じゃあ解明して行きましょうかね。はい、じゃあこれは俺がつけた名前なんだけど、あっちに行ってください。はい、これを、はい、これをプレゼントしましょう。あ、じゃあちょっと、はい、せっかくなので少しだけ向こうに寄っていただいてもいいですか。すいません、はい、少しだけ寄ってください。この名前はね、まあ、俺がなんで考えたかというと、はい、まずはその、なんていうの、その
太鼓は鼓動ね、うん、だから音楽は心を動かすってことで振動、はい、そして、人の心を動かすってことで、はい、人道は、はい、波動だった波動で波動そうかありがとうおめでとうございますえ、じゃあ本当に解明しちゃっていいんですかあもうもちろんあもうすごいですねこれからじゃあ波動ということでロドルド改めの波動さんですねよろしくお願いしますなんでここで終わんねん終われへんよね終わらないですよ、まだ何も音楽やってないいやいやいやまだやってないまだ歌ってないそうですね今から今から、ね、今からそう MC のちょっと協力に、ね、あの入ったところなるほどね今からやるでしょそう今からもちろんそうですよねこっからこっから、はいはい、そうそうそうですねこっからコマーシャルになってね、はい、この後いろいろもっとお話聞かせていただきます、はい、CM です波動ですよろしくありげに見つめる瞳汗と涙と血となるストーリーお前は誰もが魅力引きつけるジャンキーボー空間と闇夜を小さく魔球とアフレトのサインと進化する心も幻想じゃりゃ天に求めてる Oh oh愛を探してる栄光の先には孤独があるのさ ゴッドルームにようこそ。はい、このコーナーはゴッドの交友関係の中からゲストを迎えするコーナーです。ということでロドロドのお二人に歌っもう解明した解明したから解明したから波動のお二人に頼むよ、またロドロでも踊ってるじゃないかよあー、わざとか、あーしょうがねえな、オッケーオッケー、なるほど、はい、ありがとうございます。演奏していただいたんですが、うん、まず自己紹介をじゃあもう一度ね、もう一度、はい、お願いします。はい、はい、それでは私から小川沙耶香を紹介させていただきます、はい、シンガーソングライター、そして作詞家でも作曲家でもあります。で、堤恭平さんという作曲家の、曲に彼女が詞をつけた、そういう曲もあります。すごいですね。まあ、そういう意味ではもともと器楽家、まあ、いろんな意味でパーカッションもやります、うん、先ほどやらせていただいたような形で、うん、クリエイターでありシンガーソングライターであり、うん、プレイヤーであるという形で、すごい、うん、まあ、いろいろな形で教わることが多い方です。小川沙耶香です。はい、よろしくそして私は高谷秀氏と申しまして、もともと邦楽の家に生まれ、うん、そして、3歳から、まあ、いやいや母に、まあ、いやいやというと母に怒られますけど、ことを習い、反抗して4歳からギターを弾いています、うん、まあ、今年まあ、もうぶっちゃけでいいと思うので還暦になります、うん、まあ、ギターは56年、お琴は57年になります。で、人間国宝山本宝山と、うん、長らく一緒に演奏させていただいておりました、うん、はい、まあ、洋楽、邦楽、そういうことを含めて、うん、まあ、いろんな形で、まあ、邦の演奏もやらせていただいております、うん、で、私たち2人が出会って、うん、そして、まあ、魂の音楽ユニットということで、うん、ロドロド、まあ、これは音軸の、メキシコの船が来たこと、うん、その、船長ドン・ロドリゴ、ここに由来をしておりますけども、うんうん、日本の大和心、誰かが海で倒れてたら、うん、おい大丈夫か、この瞬間、これをドン・ロドリゴ、ロドとロドという名前でつけて、うん、やっておりました。それを俺が間違えてドロドロって言ったよねそこから全てが根底が崩れたんだよね。そうやがな、そう思いがちですよね。ドロドロって言ってどんな名前やね、そんなことがあって、で、うん、演奏が素晴らしすぎて小川さんが歌うことができたということなので、ちょっとここで少し歌っていただきたいなと思います、ね、うん、はい、歌ってください、はい、はい、
はい、そちらでお願いします。はい、わ、はいはい、かりました。はい、よろしく。そうですね、人間国宝山本宝山と一緒にやっておりましたユニット、うん、大吟醸というのがあります。うん、その中で、まあ、私はもともと骨折という名前で曲名を作りましたが、宝、うん、山が骨折じゃダメだろうということで曲名をいただきまして、大吟醸という曲名、うん、それが結果としてユニットになります。なるほど。普段はインストルメンタルでありますけれども、うん、それを今日はやっぱり命名の日ということで、うん、波動という名前をいただいた命名の日ということで、うん、その通常尺八でインストルメンタルでやってきました、曲、それを小川沙耶香が、歌詞をつけて歌うということ、楽しみだね、展開していきたい、いやー、スタジオジブリの新曲かと思ったよ。ああ、わかります、わかります。ジブリが浮かんだよ、俺は。だって、堤恭平先生に10年に一度の歌声と称されたらしいですよ。すごいよね、やっぱりすごい。10年に一度、ね、透き通った、本当綺麗な声です。なんか、音楽はなんかレッスンしてたんですか？その自己練習。自己練習、まあ、でも自己練習ですね。自声、
それで誰かに習ったってことはない、ね、ないんだよね、うん、だってパーカッションかなんか専攻されてたんですよね。そうですよね、大学は器楽科とかですから、マリンバの先生、うん、で要は、はい、いろいろやってたけど、まあ、ほとんど洋楽をやってて、はい、和で、うん、今はその私ところの道弟子に入った。なるほど、なるほど。そういうことで弟子は取ってなかったんですけど、はい、私のまあ和洋というのはもともと弟子です、はい、どうやったきっかけで知り合われたんですか。あるあのイベントがあって、はい、千葉のイベントがあって、はい、で私が一番最後に出る、はい、でその前にも他のステージがあったから、うん、で飛んでいったんですよ、うん、その前のステージをやってて、うん、で私が来る時間を待ってたわけですよ。あ、なるほど。でそれで伸ばしてくれてたんですよ。あなかなか届かないか来られないから、はい、まあ、遠目には知ってましたけど、はい、でそれであなんかこうリレーションができて、それでじゃあ他のコンサートをやろうよということ で、まあ、引き合いもあって、それでやって、それで家が近所だということで、その時に気づいた、はい、でまあ、私はあの千葉県の九十九里浜、大網というところ、はい、彼女は茂原というところ、あ、はい、ローカルのことを言ってきますけど、大体東京のふりをしてますけど、近いですからね、アラブなのかな、どこなんだろうなみたいな、そんなふりをして茂原だったってことですね。茂原、なるほど。まあ、そう、知らなかったけど、まあ、そんなことがあって、はい、要はやっぱりその九十九里浜の、はい、やっぱりメキシコと日本の、まあ、交流400年、まあ、もうそれ以上なの、1609年の9月30日に漂流したのを助けたと。なるほど。でそれはやっぱり鎖国という体制も取られてたんで、ね、はい、そういうこともあったけど、それ以上に、まあ、鎖国以上の体制だったと。それで大丈夫かと、まあ、さっきちょっと大きな声を上げてしまいましたけど、大丈夫かっていう、その元々ある大和民族、やっぱり我々その日本人の一番原点にある心ですよね。そこをやっぱり、まあ、ここから、そして本当に、またこの日本の中にも送っていきたい、それでロドロドという、そのやっぱり精神を、ね、はい、波で伝えていく波動ですね、はい、それが今日はもう本当にありがたいと思っております。今日のゲストは波動でした。まだだよ。というならストーリー、心はメロディーゴーラン、星は輝いてるヒストーリー、夜空はグラデーション、なんかイベントとか出られるそうで、はいはい、告知をじゃあお願いします。あ、そうですね、はい、まあ、そのいろいろありますけど、うん、まずはね、この特筆すべきことは、さやかがあ、ね、はい、お芝居をやらせていただいて、5月の18日から22日まで、はい、もうすぐですね、まあ、あの女優として、はい、場所は新宿村ライブです。あ、ね、近いですね、新宿、新宿は、はい、はい、テキストね、タイトルはゾメキの消えた夏という題です。いわゆる、まあ、いわゆる戦争ということを、はい、それを考えることによって部屋を本当にまた、ね、お芝居で伝えていこうという形で、皆さんぜひ、新宿に、はい、新宿ライブに、ね、はい、来ていただきたいと思います、はい、そして、まあ、我々ね、波動としては、ね、6月4日に大阪に参ります、はい、それから7月、7月2日には、淑徳大学での公開講座と、うん、
いう形でやらせていただいておりますので、日本の雅を語るという形でやっております。その時は演奏は演奏もしますし、それからもともとその大学の、まあ、文学の講演もやっておりますから、その背景でオープン講座、オープンカレッジという形で、だからそれぞれ社会人の方も、それから小学生の方も来ていただいていいという、形で、まあ、一番やっぱりその原点のところで、ただ、ライブハウスもほとんど出ませんから、コンサートホールであるとか、あるいは大学の中で、メンタリティフィロソフィーとともに、日本のことを本当に、伝えてまいりたい、そうですね、これから音楽と教育が一体化する時代ですからね。そうですね、そうですね、ミュージックエデュケーションになってるんですよね。あ、だから何か音が鳴ってる、何かそこに人がいる、何か言葉がある、それそのものが、そこに子供がいたら、それはやっぱり影響を受ける、環境そのものですからね。そうですね、それはやっぱり我々自身が改めてその自覚をして、その責任義務じゃない、そうですね、やっぱり使命という、命をそれに使うんだというところをやっぱり、改めて自覚をして進んでいきたいと思います。そうですね、今日は本当に素晴らしい、このね、機会をいただいて、私自身は本当に幸せですね。ありがとうございます。はい、ですからやっぱりこのね、命名を、記念して、やっぱりここで一つ命名を、拳を上げた方がいいですかね。そうですね、私たちね、二人で、はい、鼓動、あ、違った。あー、鼓動じゃねえだろう。そうだ、横演中の時にね。それでは、我々、波動、はい、波動です。よろしく、波動。本当そうだね。まあでも今どのぐらい合法、何、愛合法か、はい、どうなったの一体。変わったんですよ。誰が変えたんだよ。いや、まあ皆さん、国民の方とかも意見を送っていただいて、まあいろいろと審議されて、やっぱり少しずつですけど、いい方向に変わってきてるんですね。で、まあ今まではこう、今結構一番大きいなっていうのは、修正飼育っていうね、一生飼った以上は一緒にいなさいっていうことが法律に盛り込まれたっていうのと、あとまあ飼えなくなって保健所に持ち込んじゃうっていう時に、保健所の方が今まではまあどんな理由であれもう無理やりですね、やっぱりこう引き受けないといけなかったのを、まあ、やむを得ない理由を除いては一応拒否ができるっていうふうになったのは、すっごい大きいことだと思いますね。そうですね、俺も今度11月ぐらいからやろうと思って、動物虐待キャンペーンって言って、やめてください、それ、それ動物虐待防止、はい、防止がなかったら大変なことなんだよ、言葉ってのは。それは大変ですね。しずく財団、しずくの動物レスキュー通信。このコーナーは人間と動物とのより良い共生のためにさまざまな情報を発信するコーナーです。ということで自己紹介をどうぞ。はい、皆さんどうもこんばんは、まさきです。はい、よろしくお願いします。もうほんとね、はい、今被災ペットもね、はい、どんどんね、そう大変になってきてね。でね、一つ私ちょっとすごいなと思ったことがあったんですけど、熊本市中央区に龍之介病院っていうね、動物病院があるんですよ。ここは、あのね、2011年に東日本大震災があるじゃないですか。その時にここのね、徳田龍之介院長が、あの被災地に訪れたんですよね。で、ペットを受け入れる施設がないとこれは大変やということで、今から2年半前にどうしようか考えて、動物のいざという時のために動物を受け入れるように病院の面積を3倍に広げたんですよ。それで病院は4階建てなんですけど、1階2階が病院で、3階4階は看護師、動物のね、看護師さんの養成する専門学校になってるんですね、今は。で、もともとはここは2階建てやったんですよ。それをこうどんどん広げていって、で今回その地震があったじゃないですか、熊本で、すごい受け入れてるんですよ。で、もう200人とか200組以上の方たちが
どんどこそこに今避難してるっていう、まあ、そういうのがね、どんどんできると助かるよね。だってね、普通の避難所って入れないじゃないですか、中に。結局なんか最初にもう地震が起きた時すぐテレビでやってましたけど、もう犬を連れてるからって言ってね、避難所の中には入れないで、そうだよね、ここ外でね、離されるからね。そうそうそう、基本的に外で、避難し、寒いし、今日雨降るからどうしようとか言ってはったから、まあそういう教訓に、すごい教訓になって、そうやってね、病院広げたりなかなかできないですよ。そりゃそうだよね、だって自己資金だもんね。めちゃくちゃお金かかるし、まあ ね、それだけじゃなくて維持費もかかるし、そうだよね、まあ、すごいなって思いました、ね。まあ、本当にこういう人がね、どんどん増えてきたらね。そうですね、でもだから結局、ね、同行避難を国も推奨してるんだから、そうやって動物連れて行ける避難所っていうのも、もっとこう増やしていけないと、行かないといけないなってすごい思いました。いい話でしたね。はい、では一旦 CM です。しずくハッピーハッピーワールド、ユニバーサルミュージック好評販売中。はい、では早速、はい、まさきから動物に関するクイズ出していただきましょう。うん、はい、さあ今度は答えるぞ。あ、簡単。いや、今度はね、はい、今度は答えられます。そうそう、今日はですね、はい、今日もね、皆さんクイズを用意してたんで、ね、ちょっと答えてみてくださいね。そう、まあ難しくないと思うんですけど、ちょっと用意しましたんで、いきますよ。じゃあ、いきます。じゃじゃん、1問目いきます。猫のクイズで、いきますよ。肩こり、もみもみ、猫のね、肩のあたりを揉むと気持ちよさそうじゃないですか。あの、猫にも肩こりがあるでしょうか。ない。ない。あ、猫首が来れないよね。だって首をつまむってことは、あっこは神経が通ってないみたいなイメージだから、首は来れないんだけど、肩は俺来ると思うのね。だから俺は来る。肩ってある。なるほど。猫ちゃんの肩、猫の肩って何、どの位置、肩って、きっとこう、こう、だから猫の肩っていうのは耳の真下。耳の真下は頭じゃないの。いや、それを通り越してまっすぐって肩になるじゃん。肩は凝らないと思う。だから、まあ俺は凝るね。肩は、分かれました、意見は。はい、まあ、まあ答えいきますよ。じゃあ、答えいきます。じゃじゃん。寒さや運動不足が原因で肩が凝ることがあるでしょうということですね。正解だ。どこが肩なんかが知りたいよ。だから耳の後ろだ。耳の後ろが肩のこの部分だ。こうなってて、多分どこかこの辺なんじゃないですか、ね。腕の付け根とかっていうか。だってさ、猫が寒い時ブルッと震えじゃん。あのブルッと震えるの肩震わしてると思うんだよね。多分その、だから肩はあると思ったね。でもこうやってすごい、なんかピューって、それあのものすごい栄養失調の猫だろ。もう家もうこんな感じの。あ、そうなの。次。じゃあ次行きましょう。じゃあこれも猫ちゃんのクイズで、春先、まあつい最近ですね、春先になると猫がくしゃみをしますと、猫も花粉症になるんでしょうか。なる。これはね、鼻がついてる人になると思うんだよ。鼻がついてる動物は花粉症に絶対なるから、なる。なる。で、
なる。鈴木さんもなる。うん、じゃあ2人ともなる。なる。じゃあ答えいきましょう、うん。猫も花粉症になります。うん、あだってアレルギーの子とか結構いるよ。うんうんうん、だって猫くしゃみするじゃん。で風邪もひくじゃん、うんね。だから当然鼻炎もあるわけだから。うん、あの俺の知り合いの猫なんて近所いつもくしゃみしたら青タンがバーッと出るのよ。でもこいつも青タンかと思ってさ。青タン出ちゃうんですか。それ病気ちゃう？あ病気なの。多分。あやっぱりな。いやまあ分からんけどね。うん、でもいつも青タン出るわあいつ。だから僕あいつがくしゃみしたらもうなんかもうその飼い主がもうお客さんにかからないようにそこセミナーのいつも会場なんだけどいっぱいかけるんだよあの青タンを、どこにあるのそんなセミナー痛みや、オーケーの痛みしや嘘やん、ね、猫がいるんですかそこ、そう、ねね、猫がくしゃみするね、猫がくしゃみする、そう、じゃあちょっと行ってみようか、そのその面白いセミナーがあるから行ってみたよ、風映してくれるセミナー、いやいやいや、どんなセミナーどうすんすか、次、はい、次行きましょう、じゃあ行きますよ、うん、これも猫ちゃんのクイズ、行きますよ、まあ自分のまあ飼ってる猫ちゃんってことにして、うんうん、まあ、1日1回以上のスキンシップ、うん、まあ、撫でたりとかね、うん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 、それをすると長生きにつながりますか、長生きスキンシップってあの、うん、な、なんなの、撫で撫でとか、うん、そういうこと、うんうん、そうそう、長生きにつながるか、つながる、つながる、絶対つながると思う、まあそれは普通ね、うん、ほったらかしにされるとストレスが溜まるんだよ、うん、ストレスが溜めるとあの猫は早く死ぬから、うん、まあ、俺も同じ意見だよね、うん、あの長生きする、長生きすると思う、うん、長生きすると思う、うんうん、じゃあ行きますよ答え、うんうん、答えは長生きするんです、そうだよね、そうなんですよ、やっぱねストレスなくすためにはね、ほら、ね、正解だ、安心させてあげることとかね、やっぱストレスはね万病のもとなんでね、うん、でもあんまり構えすぎたら嫌がるよ、うん、まあそれは猫によってね、うん、あのね、あの結構毛だらけ、猫灰だらけっつってね、うん、あのもう構ってほしくない猫いっぱいいるんだよね、だから、うん、あれはあの彼女たちは、うん、彼女彼らは気まぐれやから、うん、自分が構ってほしい時は来るけど、うん、そうそうそう、いらん時はもうピーやからね、もう本当そうだね、うん、犬はもうどんな時でも来てくれるけど、うん、猫はおいでって言ってもう来ない時が多いんだよね、大体ね、うん、お前が来いって言われるよ、なんかね、うん、本読んだり新聞や、うん、読んだり、あとパソコンやり始めたら勝手に来るんだよな、もうなんかタッタカタッタカキーボードの私なんかキーボードで爪とがれてキーボード剥がれたことあるもん、そうだよな、そうそういうことだ、知り合いの漫画家がさ、うん、あと1枚で原稿が完成するって言ったら猫がバリってやったんだって、うんうん、泣いてたよな、最後の1枚、映画の危機だ、そんなものは、それあれにもあった、何、映画だろ、映画、この映画のこと言うたよ、何や、映画の危機だよ、この映画の、ね、猫は呼んでも来ないって映画だよ、猫なんて、ね、あの映画の危機だよ、ありました、はい、次、じゃあ次いきます、じゃあ次いきます、じゃあこれはちょっとね文化っぽい歴史、イギリスのある工場では猫がよく飼われています、うんうん、さてそれはどんな工場でしょうか、はい、おい小麦工場、小麦工場来た、何でも分かんの、いや知らん、いやなんか適当に言ってんの、適当に言ってんの、いや分かんないよ小麦粉をこうネズミが荒らすから、うん、小麦粉ってか麦を荒らすから、なるほどね、それを防ぐために、ね、もう一回問題言ってもうまだ頭また入んなくなった、また入んなくなった、イギリスのある工場ですね、うんうん、ある工場では猫がよく飼われていますと、うんうんうん、それはどんな工場ですか、まあ、何を作る工場ですか、やっぱりわかんないな、これはイギリスで工場で何かを作ってんだよね、そうそうです、その時に猫が、うん、それは必要があるんだよね、まあそうですね、猫が必要とあるイギリスの工場、うん、さっぱりわかんないな、さっぱりわかんないですか、でネズミでなんで小麦粉なの、だからネズミが、うん、あの麦を食べたり荒らすから、うんうん、それを止めるとか、ね、やっつけるために、うん、なるほどね、猫が飼われてる、じゃあヒントいきましょう、うん、まあ、工場で何作ってるのかっていうのは、うん、じゃあいきますよ、うん、1番、うん、キャットフード、うん、2番ウイスキー、うん、次バターとかチーズ、うん、次4あの繊維ですね、織物とか、うん、全然分からなくなった、これでそれの4つのどれ、ちょっと待って、まず外れたな、まず外れたことは明確になったな、1キャットフード、キャットフード、次が次ウイスキーね、うんうん、次バターとかチーズね、うん、次あの繊維の織物、まあ服、これ本当難しいな、私分かったよ、うん、言うてみ、会場からヒントが出た、会場からヒント、会場からヒントが出た、チャーナイが譲ってあげる、わかんないよ、わかんないよ俺会場見てないもん、だいたい目が悪いから、会場のサインが見えないんだよ、俺は目が悪いから俺は、まあ、まあサインが見えないけど、うん、全然わからないけど、うん、猫って毛玉取るじゃん、毛玉だから繊維工場にする、あ、うん、繊維工場、私はウイスキー、もうなんで猫ウイスキー飲まないじゃん、理由はわからない、神が降りてきたか、もしかして私、
ちょっと合ってたかも、さっきの話、うん、だってウイスキーってさ、うん、何でできてるんやった、うん、ブドウや、ブドウ酒や違う違う、それはいいんやんか、ウイスキーって何、ウイスキーってガソリンと灯油だよ、麦や、麦や、ほらの、あたりちゃんで小麦ってことな、小麦やけど、うん、なんか外れた感があるでもウイスキーやった、うん、いやじゃあ答えいきましょう、うん、答えは2番のウイスキーの工場でーす、だからさ、だから私むっちゃいい線いってたやん、小麦ってことか、だいたいウイスキーが小麦から作られてるっていうことが分かってなかったから、まあ、なるな、でもウイスキーって小麦でのガソリンと軽油じゃないの、お俺あれ結構いい線言ってた、同じ味やねんけど、ウイスキー飲んでみんや、ガソリンと軽油の味がするぞ、お前ほんとに、まあそうやな、麦とかね、やっぱネズミとか鳥とか害虫が来るんでね、それを守るために猫が可愛い、俺毛玉吐くからその吐いた毛玉を全部貯めていって全部で線香場作ってないかと思った、いい線せこいじゃないかと思ったけどやっぱ違うのか、いい線いってたな、いい線いってたね、当たってますね、じゃあ次は、次ワンちゃんですね、うんうん、これはちょっと飼い主さんと、うん、まあワンちゃんが犬の散歩をしてますと、うんうんうん、で目の前にね、なんか落ち物あるじゃないですか、うん、落ちてるもの、うん、食べ物とか、うんうんうん、それはね食べちゃったらどうしたらいいでしょうかと、うん、もう食べないようにするにはどうしたらいいでしょうかと、食べないようにするには、うん、あ、はい、目の前に何か落ちてる、食べ美味しそうなものがみたいなね、はい、お腹いっぱいにさせる、お腹いっぱいにさせる、通常お腹いっぱいにさせとくねん、そしたらもう道端の食べ物は食わないや、うんうん、はい、はい、どうぞ、大きな音を鳴らす、大きな音を鳴らす、なんで、え、なんかさ、犬って雷とか嫌いやん、うん、俺も嫌いだよ、雷はなんか怖いから、うん、これあかんねんなっていう風に思っちゃうから、うん、雷でも声、人間の声の叫び声でもいいやん、ゴロ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 でもいいやん、うん、だからもっとなんか足をバンって踏み鳴らすとか、うん、叩いたらあかんよ、犬は、うん、あの地面をこう足でやるとか、あ、なるほどね、まあ要するに驚きを与えるってこと、そう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 、びっくりさせる、うん、俺なんだっけ、え、なんか、あの飯食わしたら、ま、あ、そう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 、お腹、お腹いっぱい、そこにあんのに、あ、そうなの、はい、じゃあ答えは食べちゃうのを防ぐためですよ、そんな難しく考えないんですね、うんうんうん、飼い主さんが先に気づいて回避させたなんやあ、そっち行ったらダメや、そっち行ったらダメや、そのままや、うん、そのままや飼い主が気がついてその食べ物のけければいい、ね、そう何の問題やこれは難しくないので、まあ、まともに考えたもんな、はい、ではいたしましょう、まさきでした、はい、よろしく、はい、僕は今日はあれですね、クイズ、自分の最近の、なんていうんですか、流行りですか、マイブームクイズなんですけど、自分はですね、まず絵の方で、しずくさんと、しずくさんの原稿をもとに、今漫画を描いている形で、動物愛護の本の大好きな食べ物はハンバーグです。であとワープロ検定の一級の資格を持っていて、ブラインドタッチができるので割と早く打てたりもします。サックスでもなくピアノ、ギター、結局適当なんですね多分適当なんですよ。やっぱ適当といえば高田純二が僕多分好きなんですよで高田純二が昔やってた純二ダンスっていうのがあって、それちょっとやってみようかなと思って、いやもうちょっと15年ぶりぐらいちょっとできるかちょっと分かりません、はい、純二ダンスはい、世界のエンターテインメントを皆様にお届けするゴッドチャンネル、映画、音楽、アニメ、レトロ、白ハゲ、ゴッドチャンネル、生活、雑学、教育、クイズ、動物、ゴッドチャンネル、笑える、学べる、楽しめる、ゴッドチャンネル、白ハゲポエムのラッキータロー。このコーナーはジャミ船長の交友関係の中からゲストを迎えし、ゲストの夢を白蛇ポエムと一緒に応援するコーナーです、うん、ということで今日はジャミ船長の助っ人で来ていただきました、再び登場しましたマナです。はい、マナよろしく。ではマナから今日のゲストを紹介してください、うん、はい、世界中を旅してついにはゲームまで作ってしまった藤本先生こと藤本雅樹さんです。はい、よろしく、お願いします。あのいい格好してるよね。はい、ありがとうございます。かっこいいですね。いやオレンジレンジャーってやつでしょオレンジレンジャー飲みたいぐらいのね。ということでジャミ船長が今日は来れないので、そうそう、ちょっと電話してみましょうかね、ということで、うん、ちょっと電話でつながってるからね。つながってないじゃないか今からやつかけております。あのジャミ船長ね、10コール以内に出なかったら切っちゃうと思う。はい、あの10コールしかやらないからね。チャンスは10回だよ。出ないですね、うん本当に出ないことがあるのか。出ません。出ないなもしもー出たー。おめでとうございます。どうもー、ゴッドです。
こんばんは。こんばんは。じゃあ、ジャミさんから藤本先生に一言どうぞ。もしもし。もしもし、ジャミ船長、こんばんは。あ、どうも、こんばんは。どうもです。藤本、元気ですか？はい、おかげさまで、無駄に元気です。あ、はい、どんな会話や。本当にいけなくて、すごく残念なんですけども。はい。今日はゴッドさん。はい。シルコさん。はい。マナ、はい、あー、どうもありがとうございます。はい、また自己紹介してますけど一度言ってるけど、ハゼさんの音楽であのポエムがすごく踊ってましたね。踊ってましたね。あー、さっきの音楽でもポエムが踊ってましたよ、ポエム音楽大好きなんで。じゃあこの後もあの藤本先生の紹介をきっちりさせていただきますので、うん、ジャミさんはアプリで、はい、見といてください。はい、見てますので。はい、じゃあまた切りますね。お願いします。ありがとうございます。はい、ということでニューヨークのあのどこでしたどこがニューヨークって、ニューヨークかもしれませんけど、うん、そうそう、ということで私、うん、さっき藤本先生と、うん、あの名刺交換させていただいたんですが、うん、自称日本一熱苦しい男、藤本正樹さんということですね。おもろいなそれ。はい、面白いです、うん、で藤本先生とも勝手に呼ばせていただいてますが、うんうん、はい、お願いします。プロスキーヤーとして雇われてたんですね、実は。プロスキー、プロスキーヤープロスキーかと思ったら、プロスキーヤー、なんかそういう活動をされて、で先生になられて、で辞めて世界中を旅して現在に至るってことですよね。まず分かんないのがさ世界中を旅する旅人がそういうのをどこで稼ぐの。まずそれはもう今まで貯めてきたお金ですね、旅した時は。あ、今まで、稼いだ金を旅して使ったんだ。うん、そうですね。あ、正確に言うと教員、先生になる前も一回世界中旅してました。あ、そうなんだ。そうなんですね。その後教員になって、あ、これはいかんなと、学校の子供たちもっともっとこう広い世界見てほしいなと。そっか、はい、それは現場で働いたから余計に思うことってことですよね。そうですね、余計にそう思いますね。あの、ズバリ一番好きな国はどこですか、日本以外で。一番好きな国はミャンマーなんですけど、うん、なるほど。ですけど一番面白い国は今この格好してるインドなんですね。面白いのはインド、はい、面白い。その面白さは何が一番面白い。めちゃくちゃなんですよ、すべてが。顔も冗談だよ、インド人。それ問題発言問題発言、うん、それは日本人だともう常識では受け入れられないっていう意味でですか、はい、そうですね、人によってはインドってすごくもう大好きになっちゃう人と、うん、ダメになっちゃう人が分かれるって、うん、なるほど。明るいでしょ、でも人はみんな明るい、すごく明るいよね、うん、音楽が大好きで、うん、ねえ、そこは分かってるんだけど。だってね、なんかね、インターネットとかのニュースで見てたら、うん、インドはまだお手洗い事情が、うん、本当に家の外にあって、うん、掘ってあって、まあ、ちょっと囲ってあるだけみたいなところとかあるって、うん、まあ、それインドだけじゃなくても発展途上国がほとんど。そうだよね、今ね、うん、トートーがもうちょっと頑張ってくれたらいいんだけどね頑張れトートー特定の。でも都心はそんなないでしょ。都心こそ逆にそのビルの裏側に大きなスラム街があったりして、うん、でそういうところ、そういうところであの支援の活動をしたんです。もうそういうところに行ったらもうそうですね、日本人からしたら想像を絶する、うんうんうん、なるほどね、劣悪な環境です。でも昔からしたら10年前20年前考えたら今のデリーはすごいですよね。そうですね、うん、すごく当たってる、当たってるだけでこう発展してるよね、うん、でそういうまず世界の状況を伝えるべく、うん、そしてまずインドからということで、こちらじゃんご紹介します。世界の学習帳って書いてるの、はい、こちらですね。これはどあの簡単に言うと中身がどんなものが入ってるの。これはですね、ちょっと開けちゃってもいいですか、うん、はい、じゃあこれはあの一応教材なんです、はい、学校の授業で使えるような教材でして、はい、で本当はですね、うん、世界全体版をまず作ろうかって話があったんですけれども、うん、やっぱ広くなりすぎちゃうので、うん、じゃあ一番どこの国が好きってなった時に、うん、インドが一番楽しかったって、うん、ね、じゃあインド版から行こうということで、うん、このインドをですね、はい、旅をしていくんですね。グループでみんなで協力をしながら旅をしていくんですけれども、うんうんうん、はい、で何をしていくかというと、うん、ポイントを稼いでいきます、うん、そのポイントは優しさポイントと言いまして、うん、はい、へー、あ、いいな、なんかそういうの。インド人優しいんですよね、すごく。で僕自身の思いとして、うん、こう今ニュースを見てると、うん、世界って危ないんだよとか、うん、危険なことばっかり報道するので、うん、すごく子供たちも偏見を持ってしまってるんですよ ね、うん、そうではなくて、うん、もう私たち日本人もみんなこう、うん、愛を持って生きてるのと同じように、うん、世界中の人たちも、うん、同じように家族を愛して、うん、友人を愛して、うん、酒飲んで飯食って、うん、生きてるわけですから、うん、そのことをすごく子供たちに伝えたいなと。なのであっちこっちでこう旅をしながら人々の優しさに触れていくんですけど、その地域ごとに分かれたカードがこうたくさんあるんですよ。これがもう
インド、これ8つに分けてるんですけど、その地域ごとにたくさんあるんです。どうスゴロクみたいな感じ？ちょっとそうですね。なるほど、はい、ただまあ表にも実はこのポイントも出てまして、はい、みんなで協力しながら高いこうポイントを得ながら回っていくんですね、はい、なんかね私すごいいいなと思ったのは、例えばなんか社会とかでも漫画をやったらすんなり入ってくるとかね、例えばチリでも桃太郎電鉄やったら入ってくるとかあるじゃないですか、はい、ゲームってやったらこうなんていうの遊び半分やからすごいすんなり多分入ってくると思うんですよ、勉強、まあですね、いかにも勉強してますっていう風じゃないですか、はい、それは狙いですね。そうですよ ね、 うでこうね何十枚もたくさんのこうカードがあるんですけど、この写真は全部僕が現地で撮ってきたもの、で裏にたくさんのエピソードが書かれてるこういうこのエピソードも全部僕が実際体験してきたことで、嫌なことはもうちょっとねあの変な話はあるんですけども、嫌なことは書かれてなくて、実際も本当にすごく楽しい国だよっていうこと。象の背中に乗った、象の背中インドじゃないとこ乗りましたね。なるほど、なるほど、はい、帰りました。帰りね、なるほど、子供たちはねどこの世界でも純粋ですよね。そうだね、それはあるよね。なるほど。でこの世界の藤本先生の世界の学習帳インドを作り上げるために、はい、今クラウドファンディングで資金を集めていらっしゃるということですね。ぜひそれちょっと詳しく紹介してください。はい、まあ、クラウドファンディングでですね、これをまず、まだまだプロトタイプの原型なんですけれども、まずこれを作成するためにちょっと資金を集めております。でまだですねちょっとたまりきっておりません、なのでですね、あそれ面白そうじゃないかという方がこう見ていらっしゃる方いらっしゃいましたら、ぜひちょっとまずあのプロジェクトページを見ていただければ、いろんなことは全部書かれてますので、はい、見てほしいなと。あのまず、一体いくら集めたいのか、まず。あ、80万です、合計で。なるほど。はい、もうでも、かなり終わっちゃうよね。半分以上は集まってますね。とりあえずそうですね。はい、あともう一息なところなので、はい、はい、もうちょっとこう皆さんのご協力をいただけたら嬉しいなというところです。はい、藤門先生、ひらがなで藤門先生で検索すると出てきます、ね。逆にあの、はい、それでお金を出した人は、はい、どんな特典があるのか。はい、特典大事だもんね。はい、うんとですね、もちろんその出資していただいた金額によって変わってくるんですけれども、はい、基本的に出していただいた方にはこのゲームをプレゼントいたしますということですとか、あとこうちょっと僕の特製シール、この格好したシールがなるほど、ね、その辺を渡したりですとか、あとですね、実際にこれを学校に広げていこうということが一つの大きなプロジェクトなので、出資していただいた方の希望する学校に実際にこれを僕が届けに行きます。学校に寄付して藤本先生が行ってくれるんだ、はい、すごいですね。届けします。で、ある一定以上の金額ですと実際に僕がこれを使って学校で授業をしたりもします。なるほど、はい、じゃあ母校とかにね行って寄付できたりとかしたらかっこいいですよね。中にあの一人自分の通ってる息子が通ってるところに行ってほしい。あ、それめっちゃいい。お父さんとかめっちゃいいじゃないですか。その時あのポエムをあの首に巻いてるのがもっとあの楽しいよね。入らないでって言われますけど、ね、と言われるよね。なるほどね。そうなんだ、はい、そんなことなるほど。でもカードってやっぱいいよね。あの決めも書いてるしね。はい、では一旦CMです。はい、CMです。恋という名のストーリー、心はメロイがオーラー、輝いてるヒストリー、夜空はグラデーション、ステップジャンプ、ハッピータイムなんだよ。
そんな似合うね、やっぱりこの格好にやっぱりね、ポエムは合うね。合います、見事に合いますね。ぴったりな感じです。なんか一体化して同化してるじゃん。同化してるってどんな話やな。すごい動きますね。首が締まらないのも大丈夫。いろいろ藤本先生にこの世界学習帳を広めていってほしいと思うのですが、はい、俺がやってるね、やっぱりその俺の関係でね、頭脳スポーツ財団というのがあってね、これもやっぱりそのオセロとか、やっぱりその頭で考えるそこのことがやっぱりね、そういったものを、いろんな学校にね普及して世界のゲームをやってる、財団があるんでね、まあそういうところにもね広めていけば早いかなって。ボードゲームって賢くもなるし、コミュニケーションも取れるし、もうね、いいことばっかりですよね。いや、そうですね。アナログゲームってやっぱりこうお互いに熱を感じながらやるのが。そうだね。あと、ポエムちゃんがどんどんあっちこ、あとほら、子供と親のコミュニケーションが今だいぶ取れてないので、こういうのでね、家族で楽しんだりね、友達とね、やってみたりね、そういうのがまたね、広がればいいなと思うよね。では、藤本先生の今後の夢をお聞きしましょうかね。はい。この後はですね、僕もいろんなことを今手掛け始めてるんですけれども、もう子供たちが、もう日本の子供たちが、もうとにかく世界を変える時代になってほしい、僕自身はこれから日本中の学校を回って、講演をしたり、出前授業をしたりする活動をどんどん広げていきたい。いいことですね。プラス、自分自身も旅人先生と僕言っちゃってるんですけど、まだこれからも世界の旅を続けながら、世界のリアルを常に届けられる存在でありつつ、さらにですね、もうすぐ学童保育を実は池袋で、仲間と開くんですけれども、でね、はい、でそこで僕自身のこういう教育観をこうしたらいいんじゃないかっていうのをこう出しながら、はい、それを一つの拠点として、ね、広げていきたい。まずはインドからということですね。まずはインドから、まずはインドで、はい、これを世界ぜ、あ、これに関して言えば、世界全体のバージョンを作っていきたいですね。そうですよね。はい、で写真もネタもエピソードも全部もう揃ってますので、なるほど、はい、それがすごいですよね。写真もネタもエピソード、なかなかそれは自分がきっちり体験しないとできないことなんで、ただですね、個人じゃ限界があるので、やっぱりちょっと大きな教材の会社だったりとかと、こうこれから組んでいきたいですよね。ぜひじゃあその前にはこれをこのインドを成功して、ね、どっかバックアップが大きいところがついてくれたらなと思います。成功例があるとね、いろんな人がね、協力しやすいんでね。はい、首締め始めました。それではいつも通り夢に向かって出発です。